サッカーファンの皆さん、お待たせしました。大勢のサポーターが押し寄せたスタジアムはサッカーにもってこいの天気に恵まれています。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。一発勝負のノックアウトラウンドですが、この一戦は見応えのある試合になりそうですね。次のラウンドに進めるのはどちらか1チーム、お互いに譲るつもりはみじんもありません。これは熱戦になること必至ですね。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。これは攻撃的な4-5-1です。前線の選手の役割が重要です。こちらがクリスタルパレスの先発メンバーです。4-5-1のフォーメーションです。トップの選手が攻撃の鍵を握ります。試合開始です。ここはしっかりクリアしました。決まるか。これはクロスバー。まだインプレーです。よく止めましたが、ボールはこぼれています。このボレーは大きく外れました。決まっていればスーパーゴールでしたが、タイミングがうまく合わなかったようですね。ボーテング。この試合、新加入の選手がついに出場を果たします。福西さん、移籍市場で獲得したウィンガーの選手ですね。チームの期待も大きいはずです。ええ、サイドでチームの攻撃を引っ張って期待に応えたいところでしょう。ドリブルで相手を揺さぶります。何をしてくるのか。クロスはニアでカットされました。ボールは相手に渡りました。いい位置です。何かしてきそうですが、このシュートはブロックされました。さあ、カウンターを仕掛けるか。ここからどうするのか。ファーポストに入れた。相手の隙をついた見事なゴール。カウンターのリスクを常に意識しておくべきでしたね。深く攻めすぎたのが原因でしょう。ヘッドから得点が生まれました。ええ、パワーがある選手ですね。コースも最高でした。別のアングルからご覧ください。サトン。軽々と相手をかわしていきます。とても面白い選手。何を狙うのか。どこから崩すのか。ボアテン。
クリスタルパレス、ここは縦をつくでしょうか。抜いてきたぞ。攻撃の流れを切ります。コーナーキックを獲得しました。もう1点欲しいところ。このコーナーは誰、コーナーキックからのボールはキーパーが処理しました。ここでスローイン。サイドに展開します。狙える位置です。クロスを出せるか。仕掛けてくるのか。ディフェンスがクロスをブロック。格上のチームを相手に貴重な得点のチャンスです。このコーナーキックにはサポーターも今日一番の声が出ているようです。ボールが中央へ向かう。このヘディングは枠の外へ。ちょっと当たりが悪かったかもしれません。ブラウン、危険な位置です。緊張感が増してきます。ディフェンスの見事なブロック。カウンターのチャンス、仕留められるか。カウンター失敗。相手にボールを奪われます。サトン、チャンスにできるか。同点に追いつけるか。ボールがこぼれました。クリアできるか。クリスタルパレス、ここは縦をつくでしょうか。これは見事なパスカットです。ここから狙うのか。さあどうする。強い、体をうまく使う。前半が終了しました。スコアは1。後半戦キックオフ。ハーフタイムに監督から何か指示が出ているでしょうか。先日の変更にも注目です。ロバートソン、ボールを前に運びます。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。ジョエル・ワール、このパスは読んでいました。これから後半を迎えますが、このデビュー戦ですでにインパクトを残しましたね、福西さん。いい位置です。果敢に仕掛けてボールを奪いました。 EA スポーツがお送りするプレミアリーグ、今度クリスタルパレスが迎え撃つのはアストンビラです。どちらも相手にとって不足はないですね。見逃せないゲームになるでしょう。ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。落ち着いています。クラブから公式発表がありました。移籍が成立したようです。今のタックルはカードが出るかもしれません。主審がイエローカードを提示。近くで見ていましたね。ボーテン、狙える位置です。キープに苦しんだのか、相手へのパスとなってしまいました。いい狙いでしたがボールが強すぎました。このカットは大きい。しっかりと奪いました。クリスタルパレス、ここは縦をつくでしょうか。トセン、入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。
この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。至近距離からのフィニッシュで得点を挙げました。あそこに入られた時点でキーパーはどうしようもありませんね。サイドにスペースがあります。味方の位置を確認する。ボールをはっきりクリアしたい。ゴール決まった。相手のボールを奪ってからの得点です。前線でもプレッシャーを緩めず攻め続けた結果ですね。見事なゴールです。パトリック・ファン・アーンホルト、タックルでボールを奪いましたがタッチラインを割ってスローインです。何を狙うのか、何かしてきそうですが、裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミング合いませんでした。さあ攻撃を作ります。攻撃の中心です。1点ビハインドの終盤ですが、サポーターは諦めていません。必死に応援してチームを後押ししています。素晴らしい読みでインターセプトしました。試合は現在2対1、残り時間もわずかとなり、そろそろチームの次の試合が気になりますね。クリスタルパレスの次の対戦相手ですが、アストンビラですね。この試合はよく戦って勝利が見えてきています。満足できる内容と言えるでしょう。次のゲームも楽しみです。中にクロスが入った。クロスは選手の頭を越えていきました。仕掛けてくるのか。ファーにボールを入れた。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。タッチライン際を上がれそうです。同点にするチャンスですが、もう時間がありません。マーク、ここでシュート。このようなプレーは避けたい。カードが出てもおかしくありません。このファールにはイエローカードが出ました。このフリーキックを決めれば同点です。試合も終盤を迎え、おっと、キーパーが飛びついた。いい反応でしたね。さあ、スタジアムの雰囲気も盛り上がってきました。果たしてこの声援が勝利の行方にどう影響するでしょうか。これは選手たちをいけるぞという気持ちにさせてくれますね。ここで試合終了。最後まで同点の意欲を見せていましたが、結果は2対1のまま終了となりました。いきなり大活躍を見せました。これはサポーターも喜ぶでしょう。勝利に貢献しました。ゴールは奪えませんでしたが、ワンアシストを記録しました。